生理セ,セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ日常の話題を自然な日本語でお届けします日本語をもっと掘り下げて勉強したい方へ私のウェブサイトにはテーマに関する単語会話の話題振り仮名付きのトランスクリプト写真や字幕付きのビデオポッドキャストがあります 詳しいことは生理セ,セイング .com で。それでは始まり始まり。まりこんにちは、さゆりです。今回は前回に引き続きモンゴルについて話します。食べ物にフォーカスしたエピソードです。まず、モンゴル料理といえば何を想像しますかやっぱり羊肉ですよね。 はい。私はたくさん羊を食べました。毎日、毎日羊を食べました。はい。えっと、羊を使った料理が多いです。で、味付けは塩だけですね。うん、あまりソースとか醤油とか無駄なものは使わない。本当に塩だけで、えー、調理する料理が多いです。もう一つの特徴は、 色が少ないということです。えー、モンゴルでは、まあ、都会の人たちは野菜を食べるんですけど、そんなに野菜がどこでも育つ土地ではありません。だから野菜を食べる習慣がないんですね。えー、じゃがいもと、えー、玉ねぎは食べました。でも、そういう色のついた野菜、例えばカラフルな野菜、そういうのは少ないです。 伝統料理ではあまり使われません。はい。で、まあ、色で言うと、お肉やじゃがいもの茶色と、あとは白ですね。白は何かというと、乳製品の白ですね。例えば、チーズやバターやミルクなどがそうです。本当にたくさんの乳製品があります。まず、毎日飲むのは乳茶です。乳茶というのは、えー あれは牛かな牛のミルク、まあ、牛乳ですね。牛乳を絞って、それを鍋で加熱して、お茶をと塩を加えたものです。私は遊牧民家族と一緒に生活していたんですけど、その乳茶を毎日朝出してくれました。はい。まあ味は、 普通の牛乳とは違いますね。もっと癖があります。牛乳を飲んだ時の後味がもっとなんか自然な味がします。正直、もう飲みたくないです。すいません、ネガティブなことで。でもこれは私の好みなので、一般的に美味しくないとかまずいって言ってるわけじゃないです。私はその 普段から乳製品、デイリープロダクトをあまり取らないので、それを毎日飲むのは少し辛かったです。はい。その毎日乳茶と、あと、いろんなチーズですね。硬くて酸っぱいチーズだとか、あと、バターのようなものもクミ民の家族が作っていました。最初に言ったように、その肉と乳製品っていうのが、 モンゴル料理の特徴です。はい。すいません。ネガティブなことばかりなんですけど、あの、でもこれは事実なので言いますね。遊牧民の家族の方と5日間一緒に過ごして、毎日羊の肉だったんですね。で、もう3日目ぐらいから <laughs> 羊の肉をちょっと無理になってしまって、もう食べられなくなってしまって、 で、正直に Google ンスレートを使って言ったんですね。私の国ではあまり羊を食べる機会がなくて、食べ慣れていない味なので、すいません。あの、羊の肉はちょっともう食べることが難しいですということを伝えました。まあ、そうすると、まあ、理解してくれて、私が日本から持ってきている。 緊急用の食品、まあ、ご飯とか味噌汁とかを食べることにしました。で、まあそれについては全然家族の方はすごく優しかったので理解をしてくれました。で、えっと、逆に質問をされました。日本では何を食べるんですかと聞かれました。日本で食べる肉は主に、えー、鶏肉、豚肉、牛肉がメインです。えー、そして私は魚が好きなので まあ、魚も食べますと言いました。お互いに、まあ、ね、文化の交流ができてよかったと思います。理解が深まって、あの、よかったかなと思います。で、それを説明したときに、まあ、お母さんの方は、えー、私は魚とかエビとか食べたことないわって言ってました。で、お父さんは、ああ、鶏肉か、鶏肉は町に住んでる。 若者が肉を食べない時に食べる肉だという、ちょっと <laughs> 意味不明な、まあ、翻訳だと面白いですね。だからお父さんの考えとしては、鶏肉は肉じゃないそうです。<laughs> っていうのがあって、まあ面白かったです。遊牧生活中の食事は本当に辛かったんですけど、えー、首都のウランバートルに戻って、やっと普段自分が食べているような食事ができて、本当に幸せでした。 やっぱり、うん、人って自分が食べ慣れたものを美味しく感じるのかなと思いました、うん、だから私にとっていろいろな種類の野菜とか魚はすごく美味しく感じますねでも遊牧民の家族にとって一番美味しいのは自分たちが食べ慣れているその羊の肉だったり乳製品だったりするのかなとはい思いました うん、はい皆さんはどうですか子供の時や普段から食べているものがより美味しく感じると思いますかそれとも新しい料理の方が美味しく感じることがありますかどうですかはいで。次にですね、さっき首都のウランバートルに戻ってきて、やっと自分の食べたいものが食べられるって言いましたね。でまず何を食べたと思いますか <laughs> はい。 私は本当に野菜が食べたかったので一番にビーガンレストランを探しました毎日肉ばかりだったのでもう肉は食べたくないと思ってあのビーガンレストランって検索して一番近かったビーガンレストランに行きましたあそこでビーガンカレーを食べましたいろんな種類の野菜が入っていて美味しかったですブロッコリー、人参、玉ねぎ 豆、えー、などいろいろ入っていて美味しかったです。あとビーガンのなんかナゲットみたいなのもあってああ、これこれと思いました <laughs>。で、あといいオプションだなと思ったのは鍋料理です。小さい鍋料理のお店があります。鍋はホットポットのことですね。その鍋は一人分で出てくるんですね。で、好きな野菜とか肉とかを自分で 選べるので、好きなだけ野菜を食べることができて、本当に満足しました。うん。えー、そこで、まあ、いろんな肉のオプションだったり、えー、スープや野菜やタレも自分でカスタムすることができるので、今自分が食べたいものを食べることができました。私はキノコも追加しました。いや、本当に、美味しかったです。 ウランバートルでいろいろなレストランに行きました。その行って良かったレストランを私のウェブサイトのブログでまとめているので、これからウランバートルに行く人はぜひ、えー、チェックしてみてください、まあ。いいカフェもありました。あと前のエピソードでも話したんですけど、かなり韓国の影響を受けているので、韓国料理店が多いです。えー、トッポギとかサムギョプサルとかインスタントラーメンは、まあ、普通に えー、そのモンゴル人の人の生活の一部になっていると感じました。あと、料理じゃないけど、あの、韓国のフェイスマスクなんかもコンビニに売っていました。はい、最後まとめると、モンゴル料理は羊、ラム、ヤマトンと乳製品、チーズとか牛乳とか、えー、バターとかばかりで、 自分の口に合わなくて結構辛かったんですけど、まあ、都会、<laughs> 街に帰ってウランバートルで好きなものをたくさん好きなだけ食べられて本当に良かったです。今回遊牧民の生活をしてみて、私自身がその生活を続けることはできないと思いました。でもその食文化、動物と共に生きてその命をいただいて本当に 全く無駄にしないんですね。骨についている肉のところも全部取りますし、内臓まで全部使うんですね。そういうサステイナブルな生活を近くで見ることができて、貴重な体験をさせてもらいました。うん、すごくサステイナブルな生き方だと思います。本当にそれを続けている人を尊敬しますし、 これからも難しいかもしれないんですけど、ずっとずっと続いていってほしい伝統や文化だなと思いました。それは今回の旅での一番大きな学びでした。まあ、何回も言いますけど、苦しかったです。でも、実際に自分で経験してみて本当に良かったです。今までと違った視点で物事を見れるようになったと思います。新しい価値観に触れることができました。 一生忘れない,い,い旅になりました。この私の話が結構辛いように聞こえるかもしれないんですけど、モンゴルに行く人は絶対に遊牧民の家族と、そうですね、最低3日は生活してほしいです。家族の手伝いをする中で学ぶこととか、自分が何に対してアンコンフタブ r その何に対して、嫌だなって感じるか。 とか、今自分が生活している、まあ、例えば私の場合日本ですけど、日本の生活のここの部分がどれだけありがたいかっていうのが身に染みる経験になると思うので、ぜひ、あの、モンゴルに行く機会がある人は、ノマド生活、遊牧民生活を体験してみてください。えー、詳しいことはブログに日本語と英語で書いておく予定です。ぜひチェックしてみてください。 はい。次回はまだ続きます。すいません。モンゴル。あんまり興味ない人、ごめんなさい。次回は遊牧民の生活体験全般について話します。特に伝統だったり、家族愛だったり、遊牧生活で何があるのか、何がないのかについて深く観察したので、その経験をシェアしたいと思います。次回もお楽しみに。 はい。では今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで。バイバーイ